まずその浜田さんね、今の時代、今の日本でここが一番許せないと、ここが問題であるというところをズバッと言ってほしい。何ですか？一番問題なのはね、はい、まずね、憲法ですよ。これ一番問題。憲法なんですか？憲法がだらしがない、うん、変えるべきだと、作るべきだと。いや、これもう国民全体が学ぶべきだと、うん、一言に言うと、日本人および日本の社会の他力本願性、はい、それを具体的に言えば、今浜田さんが言った憲法もそうですし、防衛の体制もそうですし、西欧のサルマネから始めてですね、行き過ぎてしまったですね、歪んでしまった日本の福祉制度もそうだし、教育の荒廃もそうだと思いますね。日本人の他力本願性、